この夏話題の映画妖怪大戦争。日本各地からさまざまな妖怪たちが大集合します。来てくれた、すっげえ祭りだな。なんじゃ祭りからからからかさお化けや三つ目小僧などおなじみの妖怪たちが次々と登場するこの映画、おいお前、原案作りの中心となったのがこの方漫画家の水木しげるさんです。水木さんといえば妖怪漫画の第一人者、83歳の今なお現役です。代表作は何といってもこれ、ゲゲゲの鬼太郎。こちらは漫画家生活50年という水木さんの展覧会です。これまで手掛けた数々の作品、これは鬼太郎のちゃんちゃんこですね。このほか水木さんの人生に関する品々が展示されています。お客さんでいっぱいのこの展覧会、去年から全国各地を巡回中です。妖怪の魅力はね、要するに世間のいろいろ人間の制約をね、完全にないわけ、制約が、妖怪には自由なんです。人間のあれしちゃいかんこれしちゃいかんという規約は全然ないから、自由なんです妖怪はね。それがやっぱり魅力です。何しても許されるわけです。今日の生活ホットモーニングは漫画家水木しげるさんに大接近。妖怪とともに歩んできた波乱万丈の人生で見つけた幸せな生き方についてじっくりと伺います。今日のスタジオはちょっと怖いですね、はい、なんかちょっと寒い感じしますよ。はい、ひんやりしてきました。おはようございます。おはようございます。今日はですね、漫画家水木しげるさんの幸福路に迫ってみたいと思うんですけれども、はい、スタジオにも水木さんの描いた妖怪たちが来ております。ご紹介しましょう。、はい、こちら子泣きじじいですよ、はい、姿はね、赤ん坊で抱きかかえるとぐっと重くなる、400キロぐらいあるそうです。怖いですね、動けなくなっちゃうんですよね。そうなんですよね。こうなると、はい、そしてもう一つご紹介しましょう。こちら一旦もめん、こんな姿なんですかね。水木さんがその言い伝えとか気配を形にしたものなんですよね。我々がこう想像している姿というのは実は水木さんの世界なのかもしれない。そしてやっぱり子泣きじじいがいればこちらも、砂掛け、はい、まあこれもですね、京都に伝わる、まあ、気配だったものを水木さんがですね、姿形を与えて、まあ砂掛けババアといえばみんなこれを思い浮かべますよね。本当に本当に、だから数多くの妖怪たちは水木さんの描かれた絵をもとに我々の頭にインプットされているのかもしれません。ただ今回はじっくりと内田さんがインタビューに行ってきました、はい、いかがでした水木さん。もうね、一言じゃ本当に言えないんですよね。私興味津々です、水木さんの世界。まさにね、妖怪人生という、お話を伺ってきたんですが、はい、まあ、あの最初はですね、その長い人生巻の前半をお届けしますけれども、実はちょっと怖いこともあったんです、早速ご覧いただきましょう。ご覧のようにゲゲゲの鬼太郎が可愛く座ってますね。今日は雨ですので鬼太郎と相合い傘になっています。でこの通り、天神通りと言いますけれども、別名ですね、鬼太郎通りとも言われているんですね。この鬼太郎の生みの親、水木しげるさんがこの通りの向こうにいらっしゃいます。早速どんな人なのか、実際に会ってお話を伺っていきましょう。よろしくお願いします。失礼します。あ、どうも、はじめまして。あの NHK の内田と申します。はい、今日よろしくお願いします。はいはい、水木さん甘いものが好きだって伺ってたんで、はいはい、今日はあの和菓子持ってまいりました。来ました。いや、しかしすごいですね、いきなり妖怪がお出迎えですね。そうそう、はは、鬼太郎に目玉親父にネズミ男に、いつもこんな雰囲気の中でお仕事ですか。へえ、
妖怪に囲まれてないと落ち着かんような生活ですから、長い間そうですか。妖怪はいないとダメです。ダメ。普通のところだと普通の人間になってしまうから、あんま面白くない。ははー。普通のところはね、妖怪がいれば多少ウキウキする。いや、本当ですよ。そうですか。妖怪たちに囲まれて83歳の水木さん、今も妖怪を描き続けています。この50年間変わらず一貫しているのは色に対するこだわりです。鮮やかな赤でしょ。妖怪だったんだろうと、色っていうのはやっぱり快感があるように塗らないかんのですわ。意図して変えてきてあれば成功するわけです。妖怪だろうと何だろうとだいたい私はもう子供の時から快不快な色っていうのは分かってましたね。あんまりあの不愉快な色は使わないように。だ影だから、だって不愉快な色が存在しても私はちょっと変えるとかね。だから画面を快適にしないと人は見てくれない。どうですかこの色使い。恐ろしい妖怪たちも水木さんの手にかかるとご覧の通り、黄色や緑に赤、こうして色がつくと確かに怖いだけの妖怪ではなくなってしまいます。こちらは水木さんの代表作、ご存知ゲゲゲの鬼太郎です。まずはこの鬼太郎のルーツから伺いました。この鬼太郎はどうやって生まれたんですか。いや、ああいうのが好きだったの、子供の時から。うん、墓場が好きだったから、だから墓場鬼太郎っていう名前。墓場好きだったから。最初は墓場鬼太郎ですか。うん、そうそう。で墓場はちょっと具合が悪いからっていうのでゲゲゲにしたの。ゲゲ。私は子供の時あのあだ名がゲゲって言われてたからね。あ、ガキ大将はゲゲって言ってましたから、それでゲゲゲで来たの。へえ。これがその墓場鬼太郎。昭和29年に紙芝居の主人公として誕生しました。その後貸本漫画に連載されましたが、あまり注目はされませんでした。この頃鬼太郎のキャラクターはというと今とは随分違います。人間から大金を騙し取ったり、スポーツカーに乗って威張り散らしたりと、かなり嫌味な性格でした。ところが昭和42年、タイトルをゲゲゲの鬼太郎に変えて雑誌やテレビアニメになるとすぐに大人気となりました。鬼太郎のキャラクターも大きく変わります。当時流行のヒーローものに倣って悪い妖怪たちをやっつける正義の味方に大変身。しかし水木さんは単なる完全懲悪にはしたくありませんでした。そこでこのネズミ男が重要な役割を任されます。ネズミ男は欲に目がくらむと親友であるはずの鬼太郎を平気で裏切ります。いつも強いものにすり寄っていく性格で全く鼻持ちなりません。ネズミ男っていうキャラクターがありますよね。あのちょっと鬼太郎を騙したりするじゃないですか。そうそう、ネズミ男出さんとね。あれはなんで出さんと話が持たんです。話が持たん。鬼太郎だけでは強くて妖怪を退治するだけでは面白さが持たんわけですわ。それでネズミ男を登場させた。ほほ、鬼太郎だけではやっぱ持たん。でも他のヒーローものだといいものがいて悪者がいて結構ずっと続いてるじゃないですか。
あえてそのネズミ男っていうね、やっぱりあの鬼太郎のがけ強くて勝つというだけではね愛嬌がなかったんです。だからどうしてもネズミ男がいないと、うん、面白くないと思った。だからネズミ男のおかげで長持ちしたと違いますか。今ネズミ男がちょうどなんか動きましたね。怖いな。はあ、倒れましたよ、びっくりした。自分の話をされてるじゃない。未知の霊があるかもわからんね。未知の霊が宿ってるんですよきっと。びっくりしました。いやびっくりした。大正11年に生まれた水木さんは鳥取県の境港の出身です。まだ汚れを知らない頃から妖怪を身近に感じていました。家にお手伝いに来ていたおばあさんから地元に伝わる妖怪の話を毎日のように聞かされて、不思議な世界に興味を持つようになっていきます。のんのんばあと呼ばれていたそのおばあさんは近所でもよく知られた信心深い人でした。近くにね、あの、のんのんばあさんというおばあさんがおって、それが幽霊とか妖怪の話するから、現実にはあのいないけど、そういうものが夜 いるんだなって言われる、こう、ベビーの時に染み込まされたわけです。昔の夜は電気が少ないからね、真っ暗だったんです。で本当に何かいるように見えたから、それからずっと妖怪に取り憑かれてしまってる。そんなある日、水木さんはのんのんばあに地元のお寺正福寺に連れて行かれます。そこで目にしたのがこの地獄と極楽の絵でした。人間は死ぬとこうした世界に行くと教えられた水木さんは、死後の世界を想像しながら何時間も飽きずに眺め続けていたそうです。当時もともとそういうことは多少好きだったわけですね。それでそういうこうのんのんばあの言うことを聞いたなんかしてたわけです。向こうも熱心に聞くもんだから喋ってたっていう感じじゃないですか。で結局その間に貴重なこう伝承が行われてたんでしょうね。水木さんはすっかりこの目に見えない世界の虜になってしまいます。あれこれ想像を巡らし、ついつい夜更かしする毎日。おかげで朝は寝坊してしまうため学校には毎日遅刻していました。子供とかは変わり者って言われてました。で私はあの子供の時、小学校の頃から兄貴とか弟は優等生だったから、学校に遅れるって言うと飯食わずに行くでしょう。その飯を全部平らげてゆっくり1時間過ぎて2時間目に登場してたから、でおふくろもお前はゆっくりだって言って特別に見てね。だから太ってましたね。あの兄貴も弟も全部平らげていくから、だからある意味ではのんきな小学生でしたけどね。でも遅刻するとちょっと怒られるんじゃないかと思いませんでした。初めはバス立たされたりね、なんかしますけど、まあ答えないっていうのかな、ガラガラガラと2時間目に開けるんです。とみんなが振り向いてたけど、しまいには振り向かない先生も知らん顔してるじゃんって、もう当たり前になってしまうわけです。だからあの子供の時から眠りに対しては忠実だったわけです。
昭和17年、二十歳の水木さんに召集令状が届きます。厳しい訓練の後、南方の激戦地ニューギニアのラバウルに送られました。しかし規律の厳しい軍隊生活でさえも水木さんのマイペースぶりを変えることはできませんでした。ラバウルなんか行った時は、はい、遅いからって言うんで入り口に寝かされてた、特別にとみんなが朝出たやってこう胸叩くんです、うん、出る時ね、あのベッドみたいになってたから、穴にね、穴に寝てたから、みんな胸叩くんです。50ぐらい叩かれてからと起きるんです、1秒でも日よりもたくさん寝るっていう、うん、大騒ぎですから、いつも一人だなんて、私は目こすってこうしてだから早速野戦の行かされたんですよ、これは潮の兵隊 で、ね、で向こう行ってもやっぱり天候あるから一番便利でした、うん、もう島根はそういう人間だってことになってしまうんで、あんまり殴られなかったけどね、うん、初めは殴られます。相当ビンタを食らったそうですね。車中です、うん、上官に銃の手入れが悪いと言っては殴られ、返事が悪いと言っては殴られ、人の3倍はビンタを食らったそうです。すごいビンタを食らうと、こう次からは直したりするじゃないですか。いや、あのね、割とこの筋肉がよくできたせいか平気だった。そうですか。だから向こうの方で大義になってやめるんです。あ、叩く方が。うん、叩く方が大義になってくるんです。毎日だから。それで、もう大義になってやめる。うん、そんな水木さんは最前線で戦う決死隊に選ばれます。そしてジャングルで迎えた10日目の朝、アメリカ軍の奇襲攻撃に遭いました。私はその一瞬にいたから、ラバウルも敵と接触してとか、それはそんな数は少ないです、うん、直接接してとこいたんです、運が悪いっていうと、うん、で私一番先頭にいたんです、一人で、うん、であんた包丁に立ってたら後ろでパラパラパラと音がするから振り向いたら全滅、それであんた走って逃げた、一人で、うん、たった一人、水木さんは海を泳ぎジャングルをさまよい、一歩でも敵から離れようと必死で逃げ続けました。ある夜、水木さんは不思議な体験をします。闇の中で何かが邪魔をして一歩も前に進めません。仕方なくその場で朝を迎えると、そこは落ちたら最後、助かることのない断崖絶壁でした。あの時自分を救ってくれたのは塗り壁ではなかったか、水木さんはそう考えています。そういうこう存在がいるんじゃないかな、目に見えんけど、そういう存在がいて、そういうこう奇妙な便宜さを図る。で、雲南のね、山奥行った時、行者が私言うんです、お前はものすごい異霊がついてる、お前はこうだとこういうの、それ初めてそうなんて、いろいろ考えてみるとそうらしいっていうことは、で我々がこの西洋的な教育を受けてしまうと、そういうついてるとかなんかっていうことを教えられないから、つい嘲笑ってしまうわけですよね、考えましょう。そうじゃなくて、やっぱりそういうこう奇妙な存在がいて、ついたり離れたり、人間の運命を多少変えていくというのはあるようですよ。
塗り壁に助けられたんですね。妖怪に合ってるんですよ、やっぱり水木さんはね。本当にその青年時代、少年時代の体験というのは本当に密度が濃いなと。ぎっしりですね。ね、本当20代前半ぐらいまでの話なんですけれども、エピソードが豊富ですよね。でも何と言っても、今日あのネズミ男さんにお越しいただきました。この方が本当にあれわざとじゃないんですよ、ね。わざとじゃないですよ。あの別に扇風機が回って風が吹いてたわけじゃないし、それまだじっとしてたんですよ。でネズミ男の話が進んでいる時に、そしてカメラがちょうどこれを捉えている時にコロッと転んだでしょ。自己主張が強いんですよネズミ男はね。内田さんはこうびっくりしてましたけれども、水木さんはひょうひょうとなんかいるんですかねなんておっしゃってたところがとってもね印象に残りました、やっぱりなんかね、いろんな不思議なことが他にもあってですね、インタビューの後ね、ちょっと私こう物もらいになって右目がちょっと妖怪みたいな顔になったりしましたからまた別の要因があったかもしれませんけれども、いやでね、まだまだちょっと意外なこともありまして、このネズミ男さん以外にもあるんですか、はい、ちょっとご覧いただきましょうか。こちらです。お宅の眉毛こうなってますね。あ、そうそう、よくこうちょっと八の字、極端に八って字になってるからね で笑ったりなんかすると余計迫力がある。そうですね、眉毛がこうなるから怖い怖いって言われたのは初めてですよ。しまいにほっとくと妖怪になってしまうんじゃないですか心配してるわけですからそこで水木さん、ほっとくと私がどんな妖怪になってしまうのか書いてくださいました。入ってる時は水木さんも怖い顔してますね。結構そんな顔して描くんですね。まあ、この程度、ね、この程度、ね、これは妖怪、これなんていう妖怪になりますか。名前はテレビ天狗かな。テレビ天狗いやテレビ天狗になっちゃうかもしれませんね、この後。いただきました。妖怪テレビ天狗、鼻の低い天狗ですけどでもあれですね、あの妖怪に会っている水木さんをして怖いと言わせたのはすごいですね。怖いと言われたのは初めてですよ、これ、見えてたんですが、妖怪が見えるんですよ、いろんな人の中にね水木さんという人は。いやすごい。でもいいですね、水木さんの妖怪の中の一つにテレビ天狗入れてもらえて、羨ましい感じが。どんな展開を見せるか楽しみですねテレビ天狗どっかに出てくるかなそこでですね、今日は水木さんについて大変お詳しい方もお招きしております、はい、評論家の呉智房さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。呉さんは、はい、あの40年近く前、はい、水木さんの資料整理をするアルバイトのお手伝いをしたからのお付き合いだと伺っております。そうなんです、学生時代にですね、水木さん の膨大な資料集の中から、漫画の話に使いそうなのをこう抜き出してノートにこう書いて、という仕事を、まあ、お手伝いして、それ以来あとインタビューとかいろいろお付き合いがあるんです。自伝の編纂の時もお手伝いをなさったということなので。そうですね、水木さん の3冊自伝があるんですけれども、はい、その手伝いもやって、はい、知り尽くしていらっしゃるわけですけども、うん、共によくご存知の方。私はですね、インタビューをして率直な感想がもう捉えどころがない。どこに行ってしまうか。あのインタビューの途中ですからね、あのテレビ天狗、こう急になんか僕の顔じっと見るので、どうかなと思ったら怖いねって言われて、突然こう表現するというか、ね、捉えどころがないという、もう、まあ、多面的と言いますか、もう水木さんとしてはもう、自分なりの生き方で一貫してるんでしょうが、周りから見るとそれがもう、切り口によってどうにでも変わる面白さを持った方ですね。本当にその多面性というのは小さな頃からあったようで、あの私たちの後ろには水木さんがその今回の展覧会のためにあの書かれました人生絵巻の前半部分、まだこれ前半部分ですがあるんですよね。ちょっとね、どんな風な絵巻なのかざっとご覧いただきましょうか。もう小さい頃から食欲旺盛なお子さんがいらっしゃるんですよね。食べることをまずしてから学校に行くとおっしゃってましたもんね面白いですね
小さい頃のんのんばあと出会ってね、はい、妖怪人生がやはりスタートするわけですよね、これガキ大将ですね。もうすごい喧嘩を繰り返してたそうですね、もう元気な少年だったんですね、このチーンっていうのはのんのんばあが亡くなった時のことを描かれているんですが、で境港出身ですから、はい、港で絵を描く時間をとても大事になさっていた。小さい時からね、絵は大好きだったということです、そしてですね、まあ、時代はやはり、ね、どんどん変わっていきまして、なんといっても大きな、まあ、体験になるのは戦時中の体験ですよね。出征ですね、はい、ラッパを任されたんですが、なかなかうまくいかずに、南方の方に回されたということですね。またビンタを食らってしまう。元の筋肉強いからという表情をおっしゃるところがまたすごいなと思うんですが、九死に一生を得る場面もありました、まあ、爆撃が元でね、左手を失うという、亡くしまして、マラリアにもかかってということですね、でもこの塗り壁がいたからこそ、まあ、断崖絶壁から落ちずに済んだという経験もされてますよね、このまあ本当に長い人生の前半戦ですけども、どんな人生だというふうにクレさんは感じたんですか？もうなんかこれだけで普通の人も3人分ぐらいっていう感じですね。でまあ何といってもやはり欠かせないのが絵なんですよね。そうですね、やはりあの自分が絵が好きだというのが、最後まで一貫しているという感じですね。もう幼い頃から絵を描いていらっしゃいました、とっても上手な方なんですよね。そうなんです、実はですね、小さい頃描かれた絵もお借りしたんですが、ちょっと私の横にある、これがその、まあ、実家のあった境港の港を描いた絵なんですよね。色使いもとても綺麗なんですが、ちょっとこちらサインがあります。そうですね、名前サインが入ってますね。あのご本名、あの変わった姓なんですけど、あの地方に多い姓で村という、武士の武に奈良の羅で村という姓なんですけどね、本名は村茂さんとおっしゃるんですけど、でさらにですね、はい、いきましょうか。写実的な、こちらいきますね、あのすごくやっぱりこう想像力も豊かな方で、これはグリム童話の中の、そうなんです、童話の世界を、ご自分であの童話のこういう挿絵をですね、童話集であの自分で描いてみたり、さらにはあの今回ありませんけれども、あの小さなあの絵本のようなものをご自分で描かれたりしてるんですね。ある意味妖怪からは程遠い感じがするんですが、こういうこうファンタジーな絵も夢見がちな絵のも描いてらっしゃるんですね。そういった意味では、さらにこちらのそのお隣の美しい絵も、これもなんかあの映画の女優さんをなんか元にして描かれたようなんですけどね、もうこれも少年時代からこういう絵を描いていて、当時あの新聞なんかで、天才少年画家現るっていうんで、新聞記事にもなったことがあるような方なんですね。10代の時にこのような絵を描いて、10代といってもまだ下の方ですね、17、18じゃなくてもっと下の方ですね、いやちょっとあの普段親しんでいる水木さんのタッチとは、あまりにも違うので ねびっくりされた方多いと思うんですけどね、でもそのこの天才少年が後の水木しげるになっていく、村しげるさんがなっていくんですが、水木という名前はこれはあの、後に出てくると思いますけれども、あの神戸にいらっしゃった時にあの土地がその辺があの水木町だから水木通りとか言って、でそこにあの水木荘というアパートがあって、ボロアパートなんですけど、それを買い取ってその管理人のようなことをやって、生活をやってらっしゃった。それでまあ、あの周りが水木さん水木さんと呼んだということなんですけれども、それがそのままペンネームになったペンネームになったんですね。本名はさっき言いました村茂さんという、さあこのね、その興味深い人生続きいきましょうよ。あの爆撃でね、左手を失った後ですね、終戦を迎えて、復員してきます。で、最初はですね、まあ、魚屋さんですとか、あと輪宅、まあ、自転車の、まあ、タクシーですかね、などをやるんですけども、こう貧しさから抜けられずにですね、やはり絵が得意なので紙芝居の作家を始めるんですね、で、まあ、そこからまた漫画人生始まるんですけれども、この後半今度はですね、あの水木さんの幸福論が出てきますので、これ興味深いですよ。その後でもじっくりと聞いていただきたいと思います。昭和30年代テレビが普及して紙芝居の時代は終わろうとしていました。仕事がない水木さんはその頃増え始めた貸本漫画を描き始めますが、収入はというと分厚い貸本を一冊書いてようやく一月暮らせる程度でした。
書いても書いても追いつかない毎日。このままでは嫁の掟がないと心配した両親が縁談を持ちかけます。相手は10歳年下の女性。初対面でお互い好感を抱き、10日後には結婚式。以来44年二人三脚で人生を歩んできました。でもその頃は暮らしがまだ苦しい、うん、来てみて、東京へ来てみてびっくりでしたけども、どんな生活でした？すごい、もうひたすらもうファッション漫画から、はい、を描きながら東京へ来て帰ってる時で、まだファッション漫画描いてる時でしたけどもね、もう一心不乱に描くんです。うーん、新妻振り向くなんてもんじゃないんですよ。あ、全然。そうですか。とっても私なんかおいと声かけることも、こっちにもなければこっちからもかけるっていう雰囲気じゃなかったです。ファッション漫画は原稿料が安いから、筆止めたら食えなくなる。そう、それで傑作を書かないと、もう首切られたらもういけないから。お金がないときは一山50円の腐ったバナナを夫婦で食べて何日も過ごしたこともあったといいます。そんなある日、家に帰る途中で水木さんは妖怪を目にします。自分の家に向かって飛んでいく金玉、それは金運をもたらす妖怪でした。帰宅してみると雑誌の連載の仕事が舞い込み、その漫画が高い評価を受けて賞を受賞しました。これをきっかけに次々と仕事が殺到、一躍売れっ子になってお金もどんどん入ってきます。しかし今度は貧しさとは違った苦しみが待っていました。その仕事に追い立てられるっていうのはもう本当地獄の沙汰だったと思います。幸いダウンはしなかったけど、マスコミの構成で大変だったんですよ。週刊誌の時はもう何本も抱えてると、週刊誌でしょう。そうですね、アシスタントの人も10人以上ずらーっと机並べて帰って、徹夜で24時間体制ですよ。人気漫画家水木さんに取り付いたのは、もっと漫画を描けと迫るマスコミの妖怪マチコミと、早く早くとせかす妖怪忙しでした。だから有名とか大金持ちになっても必ずしも幸せってわけではない。だから幸せの量はそんなに差別してないようです。だから神はよく考えてますよ。だから大金持ちだからってそんなに幸せでもない。なってみて分かったけど。ならない間を想像するけどね、いいことばっかり。全然違う。何もないってことが分かってびっくりしてる。そこには充実された世界がで満ち満ちてると思ってたけど、全然違うんです。神はうまく作ってますよ。そんなに差がない。貧乏人の苦しみと苦しみの種類が違うだけでそんなに差はない。水木さんの人生観に大きな影響を与えたのは、戦時中に出会ったニューギニアの人々の生活でした。爆撃で左腕を失い、マラリアにもかかった水木さん。でも食欲だけは衰えませんでした。歩けるようになると現地の村には食べ物があると聞き、軍を抜け出して出かけていきます。そこで出会った人々の暮らしは水木さんにとって楽園のようでした。笑顔を交わすだけですぐに打ち解け、
食べ物を分けてくれます。水木さんは毎日のように村に通い続けました。食べ物はいくらでもありますしね、あのパパイエとかバナナとか、またバナナっていうのが何個でもなるんですよ、パッと切ってもまたなる。バナナ一つなりゃいいけど、あんた20ぐらいなんでしょ、あんなバカな話ですよ日本みたいにこうせっかちに働くってあれはない。本当にのんきな暮らしです。それは水木さんの理想ですか？そうそう、楽して暮らす、怠けて暮らすっていうかな、働かなくてもいいわけですよ結局は。でも日本人は働くことが美徳と言うじゃないですか。そうそう、だから、日本人はもう全部がせかせか病だから、そう、喋らなくてもじっとしてても苦しいですよ。日本人はあのせかせかしないと食えなかったりなんかするっていうのは不安感もあってせかせかする、確かにせかせか病。じゃあその今日本人がね、まあ、せかせか病っておっしゃいましたけれども、幸せになるためにはどんなことが必要だと思います？あの金なしで幸せになれって言われたって苦しいですよね、そういう方法もあるようですけども、やっぱりあの普通にあのおかず買ったりなんかする生活が普通でまた楽じゃないかと思うんですよ、だからそういうこのおかず買ったり飯を炊いたり、その程度ができれば幸せと考えていいんじゃないですか。それ以上欲出すといろいろ豪邸に住もうとか、なんか欲出すと苦しいけどね、だからあまり逆に欲出さないってことが幸せじゃないかな。超多忙な毎日の水木さん、念願だったニューギニアの人々と再会を果たすことができたのは終戦から26年後のことでした。水木さんはこの時改めて自然に抱かれてゆったり暮らすことの幸せを実感しました。そしてそこには古くから伝わる精霊や妖怪の存在がありました。それ以来水木さんは文明と対極にある暮らしをしている世界各地の人々を訪ね、そこに伝わる妖怪たちと出会うことが大きな楽しみになりました。やっぱり妖怪と付き合えば人間のいわゆる決まってる規定なんかを破るような感じしますからね、妖怪はいろいろ、だから逆に自由な気持ちになれるんじゃないですかね、妖怪と付き合ってれば。あの社会と付き合ってるとやっぱり決まったことしなくてなるしね、いろいろ制限があるけど、妖怪の世界はないからそれだけ自由だから面白いってことじゃないですかね。妖怪の方が幸せですかね。妖怪はあの結局決まった仕事してないから、いわば仕事をしてないから幸せな状態にあるんですよ。人間はあの働いてるから不幸になってるんじゃないですかね。幸福になるために働いてるんだけど、それは理屈であって、実際に働くってことは競争もあったりして不幸な大戦争に参加するようなもんだし、初めはそういう気持ちないけどね、やっぱりあんた戦争ですよ。水木さんの作品にこんな短編があります。幸せのために
しょうか。幸せか何かっていうよりも知らん間に時間が過ぎたって感じなんですよ ね。なんていうのかな、だからその間に幸せかっていうの問いを発したことがないですよ、三四十年。なんか追われてる感じだったな、仕事に。ああ、いつ頃からまではね、この頃は。この頃は追われんけどね、うん。耳も遠くなりますしね。やっぱこの半分妖怪になってますから。うん、こうしてまあ元気で。孫が今3歳にやっとね、80歳で授かった孫が3歳になりました。初孫が可愛いでしょうね。 あの子が20歳になるまで行きたいな、そしたら俺100かって言っていますからね。うん、100ね、うん、って言って、うん、この頃俺は100以上はどうも生きられそうな気がするって言いますからね。あ、そりゃそうかもしれないなと思ったり。あの、俺は病気をしないね、あんまり。病気しない、お化けに、もう妖怪になったっていうこと。お化けは死なないって。病気も何にもない。風邪もひかない。風邪もひかない、だから無敵だ。いや、私も結婚しまってからね、ほとんどお腹壊したこともない、風邪ひいたこともないんです。あ、こういう人間です。ちょっと変わってますけど、まあね、害はないからいい。いや、でも二人やっぱりこう幸せに見えますよ。そうですか、ありがとうございます。幸せに見えるって、うん、よかったね。いや、なかなかね、あの息の合った夫婦漫才を見てるようで。いや、でも本当にいいご夫妻ですよね。あの、布江さんじゃないと言えないことっていう言葉がいっぱい出てきて、さすがにこう半分もう妖怪ですからっていうのとびっくりしてしまいましたが。この水木さんの幸福論、まあ、いくつか語っていただきましたけども、どういうふうにお聞きになりましたか。あの、自分なりの体験とですね、それからあのちょっとユーモラスな、目があったりしてですね、面白いですね、やっぱりね。私、あの水木さんのね、奥深さを感じたのは、うん、まあ、働かないことが、まあ、幸せなんだっていうふうにおっしゃっていたんですけれども、うんうんうん、あのご自身が一生懸命働いて書いて、書いた漫画が賞を受賞すると本当に無邪気に喜ぶっていうね。そうなんですよ、そこが面白いんです。そういう人生といいますかね、あるんですね。あの、勲章を威張って見せびらかしてる、威張ってる人を皮肉った勲章っていう漫画があるかと思うとですね、うん、ご自分がもう文化勲章をもらった時はもう大喜びですね。で、威張るんじゃなくて大喜び、子供のようにはしゃぐっていうところがもう本当面白いですね。もう楽しいもの、興味のあるものとして受け止めるんですよね、きっと。それがこういう地位になるとか、そういうものではなくて、地位じゃない、とにかくもらったことがね、嬉しくてもはしゃぎ回ってるっていうのが面白いですね。そして100まで生きる、生きそうだとおっしゃっていて、ね、多分この、ね、最後のお孫さんを抱いている絵巻の最後はあるんですけれども、この子が二十歳になる頃までは絶対大丈夫だと太鼓判をご夫妻でおっしゃってましたから、もう病気も何もないですからね。そうですね。でも、あの、人生論、はい、あの漫画の世界でも水木さんって語ってらっしゃる。そうなんです。あの、水木さんっていうとね、まあ、妖怪漫画家ってこういうことになるんですけれども、実は研究者の方で水木さんの漫画作品にあの3つの柱がありまして、はい、妖怪物、怪奇物のほかにですね、電気物作家、それから風刺作家、まあ、これあまり最近はお書きにならないんですけれども、この3つがありまして、もう各々どれも優れたものがあるんですね。で、これがまあ結局その妖怪漫画の奥深さのようなものも表してるというところがあると思うんですけどね。風刺は分からんでもないんですが、はい、電気がね、あるというのは、はい、今日ですね、はい、あのスタジオに2つ、はい、まあ、いくつかあるんですが、代表作がこの劇画ヒットラーと、それから近藤勇。近藤勇は現代はあの小さく出てますけれども、星をつかみ損ねる男、皮肉なタイトルなんですね、はい、で、この2つともにですね、はい、まあ、一種の野望野心のようなものに取りつかれて、そして破滅の道を歩んでいく、そして周りの人もあの不幸に巻き込んだりする、こういう人物なんですが、
これは必ずも悲劇調だけではなくてですね、ユーモラスにからかいながら人間のそういうふうに生きてしまうところのその哀れさをですね、優しい眼差しで笑いながら皮肉に描いている。この2つは非常な傑作です。まあ、人間らしいこう瞬間なども描かれているわけですよね。 それが面白いんですね。はい、そして風神漫画でも、これがまあ一つあるんですけれども、この本のですね、この錬金術という、錬金術作品があるんですが、これはあの風神、ネズミ男の、あのキャラクターがこの時は丹角先生というですね、道術の先生、仙人のような先生として出てくるんですけれどもね、はい、これも後のあのネズミ男のキャラクター鬼太郎の中のネズミ男につながってくるんで特に面白いんです、はい、どんな、ね、ストーリーかざっとご紹介しますね、はい、その丹角先生に、まあ、錬金術を教わったある家庭があります、一生懸命ね、はい、全財産をもう費やして金を作っていこうというふうに頑張っていくわけなんですよね。金もつぎ込んで、はい、もう1年365日、ね、いろいろと術を使って、まあ、実験をしていくんですが、はい、こちらドカーン大失敗の繰り返しになっていくわけです、はい、でその一生懸命やっているご両親の姿を見ている息子さんがですね、なんかちょっと違うんじゃないのかなと、疑問に思うわけですね、はい、この子は思いまして、その錬金術をご両親に教えている丹角先生を訪ねます、ネズミ男の姿をしておりますが、そうするとこんなように答えるんですよ、お前たちが幸福になったのは錬金術を始めたからじゃないかと、今幸せじゃないのということを言うわけなんですね、さらにこのようにおっしゃいます、こちら金を得ることではなくてそのことによって金では得られない希望を得ることができるんだ、と言われて、息子はハッとするですよね。これ皮肉でね、人生ってそういうことだったのかっていうね、その皮肉が出てるんですね。これ水木さんがさっきも言いましたけど、まだ40代でもう一番制作意欲も旺盛な頃 でこの皮肉な眼差しっていうのがこれは丹角先生というキャラクターで出ますけれども、後のね最初の方に水木さんがおっしゃったように単純な正義の味方の鬼太郎と悪役の妖怪、これがこれを対峙するっていうんじゃ話は単調で面白くない、もたんよっておっしゃってましたね、もたんよって言って、でこれが今のね皮肉な丹角先生返じてネズミ男となったのが現れてくることによって話の奥行きが出るわけですね。鬼太郎ワールドがそこの錬金術の中にも出てるわけですよね。そうなんですね、面白いですね、そこのところね。さあこの水木しげるさんにこう学ぶべき精神といいますと、黒井さんどんなところにお感じになりますか。まあ、自分の興味好奇心を、ずっと一貫して続けたことによってですね、水木さんの今があるわけですね、小さい時からの心がずっと残ってますよね、繋がってるんです、絵を描くのが好きで好奇心旺盛で、時代がどうであろうとも周りがどうであろうともっていうことですよね。これも面白いですね、でそれがさっきもちょっと水木さんおっしゃってたけれども、現代の文明批評といいますかね、ただせかせか行くだけではない、それから電気が普及すること、これは結構いいことなんですけれども、そのことによって我々はこう、見えない闇の世界、これはまあいわばその役に立たない、闇って役に立たないんですけど、無用のようといいますかね、役に立たなくても意味があるというものがね、分かってきたところが面白いですね。その、ね、闇の世界がなくなってくることに水木さんちょっとね寂しさをおっしゃってますね、いろいろ想像を膨らませてた思い出がいっぱいあるんでしょうしね、自分に正直なところは見習っていきたいなと思いましたね。本当にそう思いましたそうですね、今日はですね漫画家水木しげるさんの人生幸福論をお届けしました。黒井さんどうも今日はありがとうございました。